カフェより高村光太郎。例のモンマルトルのカフェで酒を飲んでいる。この頃、僕の顔に非常な悲しみが潜んでいると言った君に、僕の一つの経験を話したくなった。まあ読んでくれたまえ。オペラの跳ねたのがかれこれ12時近くであった。鼻の匂いと油の匂いで蒸されるように暖かかった劇場の中から急に往来へ出たので、春とは言いながら夜更けの風が半ば気持ちよく半ば不作法に感じられた。アベニュードロペラの数千の街灯が遠見のかき割りのように並んで見える。芝居帰りの群衆が派手な衣装に黒いドミノを引っ掛けて右に行き左に行く。僕は薄い街灯の襟を立てて、このまま画室へ帰ろうか、スペ夕食でも食おうかと、メトロの入り口の欄干の大理石に寄りかかって考えた。5、6日夜更かしが続くので、今夜は帰ってよく眠ろうと心を決めて、メトロの地下の停車場へ降りかけた。こもって湿った空気の匂いと薄暗いトンネルとが人を吸い込もうとしている。10色の電灯がトンネルの曲がり角にぼんやりと光っている。その下をちらと絹棒が黒く光って通った。僕は折りかけた足を止めた。画室の寒い薄暗い穴蔵のような寝室がまざまざと目に見えて、今このプラス広場に波を打っている群衆から離れて一人あんな遠くへ帰って行くのがいかにもエユマン非人道的なことのように思えてならなかった。アンオムマオシ、私も男だなと心に叫んで引っ返して元のオペラの前の広場に立った。アーク灯と白熱ガスの街灯とが僕の影をアスファルトの地面の上へ5つ6つに交差して描いた。ボアランジャポネククラン、そこの素敵な日本人という声が耳のあたりで言ったように思って振り返った。五六歩のところを3人連れの女が手を引き合ってブールバール大通りの方へ急いで行く。どこを歩こうという考えもなかった僕は、当然その後から行くべきもののように急いで歩き出した。歩き出したが別にその女に追いつこうというのではない。ただ川の背を流れる花弁の一つが右へ行くと、その後のも右へ行くように座れていったまでである。クレディリオネの銀行の真っ黒な屋根の上に大熊星がおぼろげな色で逆立ちをしている。ブールバールの両側の家並みの上の方にショコラムニエだのジュールナルだのの明滅伝統の広告が青くなったり赤くなったりして光っている。目の大きくなった並木のマロニエは軒並みに並んでいるカフェの明かりで梢の方から坂島に照らされて、紫がかった灰色に歌詞もなく連なって見える。その並木の下の人道を強い横光線で緑っぽい薄墨の闇の中から美しい男や女の顔が浮き出されて行ったり来たりしている。話し声と笑い声が車道の馬の蹄に和して一種のリズムを作り、
空気に飽和しているパルフェンの香と不思議な快調をなして愉快に聞こえる。動物園のインコやアウムの館へ行くと、あの黄色い高い声の雑然とした中に自ら調子があって、ただの騒音でもないようなのに似ている。僕はこの光と音と匂いの流れの中を背のうねくるままに歩いていた。三人の女は鋭い笑い声を時々上げながらまだ歩いている。僕は生まれてから彫刻で育った。僕の感能は全てものを彫刻的に感じてくる。僕がウィスラーの絵やルノワールの絵を鑑賞しうるようになるまでには、随分この彫刻と戦ったのであった。往来の人を見ると、僕はその裸体が目についてならないのである。衣装を越して裸体のムーブマン、動きの美しさにまず酔わされるのである。三人の女の体は皆まるで違っている。その違った体のムーブマンが入り乱れてしみじみと美しい。パッと一段明るいカフェの前に来たら、渦の中へ巻き込まれるようにその姿がスッと消えた。気がついたら僕も大きなカフェの隅の大理石の机の前に腰をかけていた。好きなカフェアメリカンのシトロンの匂いを嗅しながら室を見回した。急に人の話し声が始まったかと思うほど人の声が耳に入る。急に明るくなったかと思うほど室の美しさが目に入る。急に暑くなったかと思うほど顔がほてってきた。オルケストラではタランテラをやり始めた。トラララララトララトララトラララララ。僕の神経もことごとく踊り出しそうになった。音のリズムに従って今この室にあるすべての器、すべての人の分子間に同様なリズムの運動が起こっているに違いない。足拍子が方々で始まった。立派な体に吸い付いたような薄い衣装をつけている女が 2,3 人サジを持ちながら踊り出した。わっと喝采が起こった。僕も手を打った。アロ、ボアシ、こんにちはと口々に言って僕の肩を叩いたのは戦国の女どもであった。後をつけていらしたの？後をつけてきたのではないの、後についてきたの。今夜はどこへいらした？オペラ。サランボーね、今夜は。ナプロシェパ、エレタモア、近づくな、彼女は私のものだと一人が声高く手つきをしながら声色をやった。僕は体中の神経が皆皮膚の表面へ出てしまったようになった。女らの目、女らの声、女らの匂いが鋭い力で僕の触感から僕を刺激するようであった。言うがままに三人の女に酒を取った。僕も飲んだ。三人は歌った。僕は手拍子を取った。やがて蒸された肉に邪行を染み込ませたような心になって、一人を連れてカフェを出た。今夜ほど皮膚の新鮮を味わったことはないと思った。朝になった。白布の中でカフェとクロワソンを食った。日が窓から室の中に差し込んでいる。窓掛けの白紗を通して遠くにパンテオンの丸屋根が緑青色に見える。
ピアニシモで、しかもグランディオソな汽笛の音がする。ランルガへの間の抜けた呼び声が古風に聞こえる。ゴロゴロと窓の下を車が通る。静かな騒がしさだ。一度目を覚ました人はまたうとうとと眠って、長いまつげがかすかに震えて見える。腕の筋が時々ブルブルと痙攣する。僕は静かに昨夜オペラに行ってから今朝までの自分の感情を追って考えてみた。人の楽しむことを自分も楽しみ、人の悲しむことを自分も悲しみ得たのが何より満足に感じた。目を閉じて、それからそれへとまとまらない考えをもてあそんで、無責任な心の鬼ごとにふけっていた。突然、トゥドール、まだ寝るの？という声がして、カンキナの匂いの残っている息が顔にかかった。大きな青い目が澄み渡って二つ見えた。青い目。その目の窓からインド洋の根性の空が見える。多頭海の大理石を映しているあの海の色が透いて見える。ノートルダムの寺院の色ガラスの断片、モネの夏の林の影の色、濃いサフィールの小玉をモスクの宝蔵で見る神秘の色。その目の色がちらと動くと見ると、さあ起きましょう、起きてご飯を食べましょう、と女が言った。案外平凡なことを耳にして驚いて跳ね起きた。女は今日カフェユニベルシテで昼飯を食おうと言った。ふらふらと立って洗面器の前へ行った。熱湯の蛇口をねじるとき、計らず。そうだ、計らずだ。上を見ると、見慣れぬ黒い男が寝巻きのままで立っている。非常な不愉快と不安と驚愕とが一緒になって僕を襲った。なおよく見ると、鏡であった。鏡の中に僕がいるのであった。ああ、僕はやっぱり日本人だ。ジャポネだ。モンゴルだ。ルジロン。黄色人種だ。と、頭の中でバネの外れたような声がした。夢のような心はこの時、アバランシ、雪崩となって根から崩れた。その朝、早々に女から逃れた。そして、画室の寒い板の間に長い間座り込んで、しみじみと苦しい思いを味わった。話というのはこれだけだ。今夜、ここからどこへ行こう。